フラワー占いチャンネルです今日は芸人の人気ナンバーワンに輝いたニューヨーヨクのお二人を占ってみましたまずは15年前からやって見た目の相性診断ですけれども彼は面長で目がまあ細いタイプの人になりますそして、えっと、え屋敷さんですね相方の屋敷さんはあの丸顔に近くて目が丸いタイプになりますのでまあ えー、これ女性バージョンなんですけれどもまあ男性の、えー、と島佐さんがこのタイプですね一番近いのはそうすると7番の人と相性がよくなりますので7番っていうとこ,あのこれが屋敷さんの骨格に一番近いのではないかなと思いますので相性はまずまずよ、えー、くてですねそして、まあ、私はあの個人的にこの島佐さんはすごく 前からいいなって言ってたんですけどね前の動画でも言いましたけれどもかっこいいなってセクシーだなって言ってたんですけれどもまあこの方山梨県出身であの実は私も山梨出身なのでなんか意識して見てて、ね、かっこいいなそしたら相方の方もなんかすごいかっこいいななんて言ってね2人ともイケメンで2人ともスタイルがよくて2人とも面白い人っていうのはなかなかあの見ないのでなので、まあ、人気があるのかなっていうところもありますけれども。 ででは市中水明で見ていいいきたいと思いますまず空房からですね嶋、えー、佐さんは土の絵馬を日中に持つ根牛空房の男性になりますそして屋敷さんは木の絵達を日中に持つトラウ空房のトラ年生まれですからスター星になりますスーパースターでカリスマ性何をやっても目立つ存在の人になりますそして、えー、っとトラウ空房と根牛空房の 相性なんですけれどもトラウ空母が現実的で緩い星のグループの人になりますこことここだと相性がいいんですけれどもシマサさんがこのネウシ空母仕事と恋愛に打ち込む星のグループの人ですからここはまあすれ違うので相性は合わないんですけれども何かこの緩い星のね人が強いの高いあの。 まあ情熱というか夢を持って頑張るにはこの仕事星の人を味方につけるとあの上に行きやすいというそういう相性になります。そして基本的なあのあこの寝牛とトラウの,あのグループだとあのこの間優勝した錦鯉もそうでしたねあの元気な騒ぐ人がこの彼と同じ寝牛で。で ツッコミの彼がとらうってねあのそういう感じですけれども年始空母の基本的な性質ですあの島佐さんですね仕事の鬼でリーダーの星40代ぐらいの大人のビジネス マンを想像していいただくと,いいと思いますストイックでオンリーワンよりナンバーワンに非常にこだわる人そして秘密主義で恋愛相手にも非常にこだわりますのであのこ,この人を落とすのは大変だと思いますセクシーな男性になります。そしてトラウ空母は 天然で五十代ぐらいの控えめで自分より相手を立たせるという人になりますモノマネ上手でいじめにあいやすい人になりますいじめの社会の位置に空母がありますのでいじめにあいやすいそしてまあ控えめでもモテてしまうのでというのもあります なのでこの方はなんか香港さんにちょっといじめられてたみたいなんですけれど、まあ、突っ込まれてたっていうかねあの意見を言われてた感じなんですけども香港さんって馬羊空房で、まあ、寝牛のこの彼と同じ非常に厳しいあの空気を読め聖人でね空気読めない人がすごく大嫌いであのそういう職人のような固い人になりますのでちょっとねこの人の,あの価値観が合わなかったのかなっていう感じになります。 そしてではシ柱ュー水明で細かく見ていきたいと思います。嶋佐さんですけどのお二人ともヒノイトラの86年ですのでヒノイトラというのは非常にあの強,い強くて、まあ、あの明るいとかねあのそういう強い柱を持っていてそして、えーとまあ、パッと見た感じもうパサパサのカラカラの。 運気になりますこれ5月14日っていうと夏の運勢になりますので乾いた年の夏の運勢そして夏の日に生まれてますのでここにある唯一の水気ですね雨,雨というか水気がありがたい人なんですけれどもここの自身の土の絵と看合して火に変わってますので、まあ、一見ちょっと社会であの、まあ、パッとねあのいいことがあったと思ってもそれがすぐに蒸発してしまうような人になります。 そして日の絵が非常にあの多いですから、まあ、明るいし、まあ、強,い人強いというかねあの自分が強い人なんだけれどもここが変異になってますので何かちょっと妄想的でカラカラの人の夏生まれというのはもう基本的に怒りっぽい人です。そそししてててて熱い男ですねそして明るくて強く強 帝王的ここの十二運が長生兼六帝王ですのでもう明るくて強くて帝王的で妄想男っていう感じになります。そしてまあこの方は看護が社会のところと看護してますので仕事が恋人みたいなあの、まあ、一途なタイプになります。そしてじゃあこの方モテそうですけどどういうあのお相手と一緒になるのかっていうことですけれども。 もうズバリここにネウマウドリの十日札エロスの十日札がありますのでもうエロい女になりますそしてもう女帝と呼ばれるぐらい強くて、まあ、激しい女性もう情熱的な女ですねそういう女帝の激しい女と燃えるような成就、まあ、をねあの繰り返すってそういうような人になりますそしてこの方はですね、うん えー、今の運勢が大運が日の恵の猿そして年運がカノトの虫月運が、まあ、あのナンバーワンとった月12月がカノエの年になってますのでここの日の恵とカノエとが勘合して水気に変わってますのでこの方にとっては非常にありがたい作用そして今年のもう、えー、2021年のカノトがですねこのここたくさんある日の恵に勘合してすべてこの水 水気をもたらしててくれてますそしてここに水気がたくさん増えることによってこの社会運の水気がまた増えるという、まあ、あの通るということになりますのでここに負けずに。なのでこの方はもう一気に今年大ブレイクをされたということになります。そして子も猿と牛と根ですからこれもズバリもう水気がたっぷりありますのでもうこのカラカラの運勢の人にとっては非常にありがたい運勢が今年来た。 とということになりますただ来年水のえト虎の,の水系はありますけど2023年は水の塔でここはまたこの土の上と完合してしまいますので、まあ、蒸発して火に変わってしまうでその後2024年からはカラカラの音声が来てしまいますのでこの方は来年まで人気はこの人気は純粋な人気は来年までとなります。なのででもと,もとこういういいいちょっと乾いた人で、まあ、強い ね、あの人っていうのは調子に乗ると失敗するっていうのがそういう運勢になってますそしてこの方の大運ですけれども57歳までカラカラの大運が来ますのでまあちょっとこういうことが要注意の人になりますそしてじゃあ、えー、屋敷さんですけれども屋敷さんもこういう感じでもう全てが「えー、陽」ですね「陰陽」の「陽」で「陽陽陽」ですから「あですから。 トラウ空母の控えめなトラウ空母にしては前に出るタイプになります。そして5点あの木の木が通ってます。もう木が下にずらっと木があって、木が通ってのプライドが高いですし、非常に強い。そして金もあって、火も太陽もあるので、もうぐいぐい前,前に出る方ですね。この方っていうのはもう。そして授乳も権力兼六の推移ですから、もう落ち着いてて強くてもう。 ね、もう社長って感じの人目立つ人で威張ってるね兼六兼六ですからただカラカラですからこの方もここに水気が女性のところに唯一の水気があるんですけれどもここが自分自身のところそしてここの年中の柱の土の絵と勘合して火に変わってしまってそしてここの。 行た先が偏在偏在になってますので女性関係でこのありがたい本命の女性を潰してしまう人になりますなのでで看護仮看護,看護というより仮看護がこうわーっとありますでここにもわーっとありますのでもうモテすぎてもうたまった男ってことですね大変な人ですそしてプライドも高,も高いんですけど高すぎる人になりますもう 木が多すぎますのでねでカラカラですからなのでちょっと大変だろうなと思いますそしてじゃあどういう人を奥,あの奥さんというかね彼女にするのかっていうと仕事がつまり看護をしてますので仕事で出会う愛人的な女性が多数まとわりついてくると思います兼六の女性もここから来ますのでもう自分がもう追い払っても追い払ってももうあっちから 強烈に強引に来るんじゃないかなと思います。この方、断るの大変だと思います。そして、第十2017年の木の絵の馬。これからからですね。秘見の詩になってます。けれども、の今、この時期なんですけれども、年運がカノトの牛、そして月運。やっぱりカ,カノエのね。ここがやっぱり水運でありがたかった。ここの立つと、合わせると、この水気が増えますのでね。そして。 えー、カノトとカノエでこのカノエと根を張ってですね仕事運が強靭になったってことで仕事運がアップしたってことになりますそして大運ユンが2027年からは、えー、オツヒツジでこの まあ基本的にカラカラなんですけれどもこの社会と看合してますので働働き鉢のように働かせる時期がここできます。そしてこの方というのは81歳までパサパサの運勢が大運で来ますので、まあ、この方はもう健康が第一一番ですね。緩め ちょっっとやってた方がいいですこの方情熱的なのでそれを聞くかどうかわかりませんけれどもなるべくゆったりとした生活をされた方がいいと思います。そして年は2022年来年水,の水野トラ水のとウノこのトラウの空房期に入りますので来年からちょっと何かざわざわしてきます。そして23年の水野と 時期がですね、ここが「う」が「エロス」が増す時期になってましてでしかも偏在になりますのでもうまた恋愛トラブルが注意の、えー、年になりますそして24年からまた「カラカラ」の運勢きますのでこの方も要注意なのでお二人とも来年年が勝負の年になりますそしてお二人は、えー、カラカラ同士のコンビですので、まあ、情熱と明るさがあるんですけれども、えー ちょっとねう,のうん大変だと思いますもう、えー、この2年の任期を継続させるのかここで一発やというかそういう感じで消えてしまうのかはまあ、お二人次第ということになりますはい、本日は以上になります最後までご視聴いただきありがとうございますよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますフラワー占いチャンネルでした